こっちか。でもじゃない、ここだな。指、あ、またファントムだ。俺さっき、あ、壊されてる。タレット置いといたよねって思ったんですけど、壊されてましたね。どっかあれないかな、爆発物は。ないっぽいな。あ、こんなのあったんだ、物資ケース。そっか、実際こういうの持てたやつってこう投げつけて当てるとダメージになるのかな。ポッポッポッ、後ろ向け、ポッ、うん、行くぞ。あ、ここにあっちゃった。こっちが、どこ行くんだあいつ。一瞬して消えるんだね毎回。いた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 、これに当ててやる。あ、あるじゃないか。うわさ、お、やってしまったか。行くぞ。あ、ここからか。で、こっちの奥のアイテム取って、はい、見たね、読んだ、これか。行くぞ。ほっ、ほい。刺激が痛すぎる。医療オペレーターなかったっけ、ここ。どこだっけ、医療、医療、ここじゃねえな。医療はでもじゃない、ここじゃない。あ、来てる？ほっ！バレたかな？あ、ここじゃなかったっけ？医療ルーム。音がやべえよな。んだ！上だっけ？医療ルーム。これか。いたいたいた。回復してくれ。浅い外傷ですね。携帯に使うヒントで治せない怪我はありません。あざす。すぐに良くなります。はい。もう大丈夫です。フロントデスクでアンケートをご記入ください。はい、ありがとうね。死ぬところだったよ。つうかもう2回死んだんだけどね。向こうか。これで殴ってやる、もう。怖えな、相変わらず。
ああ、もうファントムめな、なに、あ、怖え、なにこれ。ティフォンルアー、ティフォンルアーは別名ナイトライトは、ティフォンを短時間引きつける精神発光性信号を放つ。なるほどね、わかりました。呼び寄せると、オッケーオッケー。自分でこれ殴って壊しちゃったよ、全開させちゃったね。よし戻るぞ。はい、これまたいるかな、ファントム。よし、じゃあ自分の部屋に戻ってルッキンググラスを見る。どこだっけ、向こうか。あれ、てかもうこの上だよね、要は。通れんだっけ、こっちか。あぶ、あっ、あっ、色がなんか青っぽかった気がするよ。ミミックだけじゃねえぞこれ。あ、違う、ミミックじゃねえこれ、勝手やし。なにこれ、そもそも何これっていう。びっくりした。はあ、どういうこと、なぜうどんがこんなところに。取り忘れだといいけど、誰かがそっと置いたとかやめてくれ。つか2体いたよね、ファントムはいるんだよ。あれ、あ、上か、上だよ、上だ、だ、だ、じゃーん、俺は大丈夫だ、これがあるから。あ、だけ来てる。あ、後ろからビュービューって、ビュービューって聞こえる。あ、壊されてる。あ、ビビビ、ムービーを見せてくれない。さあ行くぞ。ここか。なんか変わってる？状況がやっぱり。あれを直したことにより、アレックスが本気出した。いや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 、まさかね、そんな裏切り者がどうこうとかそういう話じゃないよね。いやいるじゃない、またいや、やめよう、そういうなんか回り道うぬんじゃなくて気合でいくぞ。もういるじゃん、なんか青いじゃん、ニューファントム来ちゃったよ、見られたし。あかんよこれ、いた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 。どうなのこれ、聞くのこれ、聞くのかい、聞くのかい、聞きたい、いるけど。
ダッサイ、ちょっと逃げさせてお願いします。ここは安全ではないとかそういう感じですかね。出れなくなった感がすごい。これ入ってくるよね。これ、鍵してよ鍵。開いちゃった。お前にこれを食らしてやる。おなささい、おなま、ほら、くらえ、はーい、はーい、ふっ、全然減らねえ。2体いるし、チャージ、逃げるんだよ。これは無理じゃないか。ロードする。よし、ちょっとまず装備の確認をするのだ。これ、あ、これを使えっていう感じかい。まずこれ使おう。ただ2しかないから、あ、これ良くない。食料で回復する HP が2倍ってことは 5シリーズが10になるってことだね。よし、これ覚えようだと思うんだけど、うん、出ねえな。あ、でもこれで見ればいいのか。あ、10になったね、素晴らしい。医療用キットとかぼちぼちあるんだけど、それを使う間もなく殺されてしまう感がすごいよね。これ探索した方がいいの。でもアイテムとか別に行けるところがすごい増えたわけでもないしな。いやー、あれは一体ずつやるしかない。あとは全くバレないように行く。そうしようか。逃げるよ。ダットのごとく来ちゃうね俺。スナイパーライフルが欲しいとこだね俺。戻っていったな。なんか行けとこ増えたこれ。え、これこんなだった。ちょっと嫌な予感しかしないんだけど。あれ、要は逃げ込んで埋めたってことだよねきっと。これ1個いらんよ、すまんな。いやー変わってるねやっぱり。だからさっきあのうどん拾ったのも別に
間違いじゃなかったんだな。まあ特にないだろう。いや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 、あっ、おっと、あ、どうしましょう、まー、はえー、はえーって、わかって毎回瞬間移動してくる、あいつ、あだー、あいつそうなんだって、だからもう見るわ、もう見る、あ、で来るって、来るわ、どうあがいても来るわ、トゲトゲになってる、全然減らね、全然全然減らね、これやばい、やばい、これレンチアップ、攻撃力アップとかつけりゃよかった。しんどすぎだろこれ。これなんだ、あ、武器アップ、これはもうでも上げられないよね、もうラボ技術が必要。いやー、ちょっとあのレンチアタックを強くしたいよね。これか、いやー、そうか、これでしゃがんで待ってれば、どっか、なんだこれ、オペレーター、オペレーターなんか出てこないの、これこれなん、いや、早く出てってくれんかの、これ私の部屋なんだがの、これで、全く全く効果なし、こっち見ちゃったよ、向こうへ行ってくれんかの、バレた、気合でやってみる、気合で、まず体力マックスで、でこれ使って痛い、どっちかは、どうなんだろう、あとここにいなかった、一体スキルクールダウン中、いけるぞ、あ、なに、何してんのあいつ、バカなのか、いけるぞ、いけるぞ、ラッキー勝利ですよこれほっほっ、ラッキー勝利ばっかだ、あれあれか、殴らっちった、見上がれ、何これ、何、ヌルウェーブ発信機、サイコトロニクスで開発されたヌルウェーブ発信機は爆発に巻き込まれた相手の PSI スキルを短時間抑制する、あ、分裂とかかな、
どれだ？中だな。あれ？あ、え？そこかよ。びっくりした。そんなとこに避難する？あとは大丈夫かな？取ったかな？いやー、つれーわ。紫ミミック、紫ファントム、新しいアイテムが必要なんじゃないだろうか。俺にショットガンをくれまいか。ほい。ああ、これね。はい、初期の頃からショットガンの弾ゲットしてるのに未だに出てこないって結構なもんだよね。高速度12ゲージショットガン弾が入ったケース。そうか。で、9ミリ弾撃っちゃったね。9ミリ弾結構あれだね、最初1とかしか当たんねえと思ったのは多分あれ距離が遠かったんだね。ちゃんと使おう。そう、あ、メモがついてるぞ。何？オーマイガー、ホットベース。ほう、あれ？今さら？キーコードの変更。モーガン・ユーのオフィス。ほうほうほう。はい。え、どういうこと？あ、撃ったやつ。あ、取得できるんだね、これまた。さあ、見れる感じ、これで。ちょっとその前に9ミリ弾をね、作っとこう。ちゃう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 よ、これはダメだよ。長押しね。リサイクル。はい、弾。いらないのを、こう、この辺のボルトとかちょっと減らしてもいいかもな。9ミリ弾。お、2つぐらい作っちゃおう。あれ、あれ、あれ、あれ。はい、作成。ゲットー。箱もすごいよね。分子生成器で、成形器で作れんのね。我が家がこんなことになってしまって。リロード。さあ、ゆっくり見るぞ。再開。君は気に入らないかもしれない。タロスワンを破壊する必要がある。研究もティフォンも全てを消さなければ。君もな、言いたいことはわかる。だが、あの化け物の能力は今や君の一部だ。細胞一つでも地球に行けばおしまいだ。残念だが他に方法はない。ジャニュアリーが自爆装置について教えてくれるだろう。アレックスは止めようとするはずだ。彼は失敗を恐れている。だが高いプライドから両親にさえその恐れを隠すだろう。君にかかっている。幸運を。気に入らなくともな。そういう話か。ジャニアリー。こんにちは、モーガン。私はジャニアリー2035、オペレーターだ。どっから来たの？タロスワンにいる多くのオペレーターの中でも特にユニークな存在だ。え、どっから来たお前？モーガン。はいはいはい。あ、この中にいたの？これっぽいね。はい。君の予防策、
それが私だ。与えられた最初のプランは君をシミュレーションから解放すること、二つ目は映像を見せること。現在両プランともに完了した。面白い。新しい指令にアクセスできるようになった。タロス1の自爆プロトコルは二つの起爆キーで発動する。一つ目は君の兄が、二つ目は君が持っていた。君の起爆キーはアレックスに壊されてしまったが、君は新しい起爆キーの製造図面をディープストレージに隠した。そこが次の目的地になる。アレックスのキーのことは後で考えよう。モーガン、ティフォンは急速に広がりつつある。スピード勝負になるだろう、ティフォンと、そして君の兄との。このキーカードでメインリフトと全てのラボにアクセスできる。メインリフトを使うのがディープストレージへの最短ルートだ。お、はい、汎用アクセスキー。では次のプランだ。他のニューロモッドを提供するよう君から依頼を受けていた。受け取ってくれ、モーガン。幸運を。1個かい。君は3週間シミュレーションにとらわれていた。通常のテスト期間は数日間なんだが。ほう、ディープストレージに行って自爆キーをゲットすると。ほう、はい。ジャーニアリーはどこ行った？いた。横から見るとわかんねえな。結構迷彩入ってんね。あ、書いてある。ジャニアリー。シモンズは君に空のニューロモッドを取り付けた。だから前日のテストの記憶があり脱出できたんだ。シモンズ？シモンズはなんかあのアレックスの腹心みたいなやつ。そいつが俺を逃がしてくれたってことか。で、アレックスはちょっとなんつうか悪いやつなんだけど、救いがないっていう感じに今なっちゃってんのかな。確かにあんなティフォンがね、地球に着いちゃったらえらいことになるよね。ロッカー。はい、ということで、まあ話の流れがなんとか見えてきた感じ。まあ、ティフォンやべえよっていうことで、ここで全てを抹殺するという話になりましたね。ということで、次回そのディープストレージに行って自爆キーをゲット。はい。ということで、今回はこの辺で終了となります。今回もご視聴いただき、いないね。OK。ありがとうございました。